はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ニュルンベルグに来ています。ニュルンベルグといえばワーグナーのオペラで、ニュルンベルグの、マイスタジンガーというオペラがありますが、これがメインになった、ここが、その話が、舞台になっている町でございます。はい、今旧市街地を歩いているので、すごい素敵な建物が目の前にある大きな教会なんですけども、こういうのがいっぱい、見られます。ちょっと今日はご案内していこうと思います。はい、今クリスマスがね、もうそろそろ、11月の中旬なんですけれども、ニュルンベルクのレープクーヘンというのがですね、非常に有名なんですね。ここはレープクーヘン屋さんです。あのレープクーヘンといえばお菓子の家を、ね、レープクーヘンで作るとかこう言われているので、なんとなく名前を聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、あのですね、ニュルンベルクのレープクーヘンはこんな感じ、結構肉厚でですね、チョコレートがかかってたり白砂糖がかかってたり、する感じのがニュルンベルグのレープクーヘンになるやつですね。結構ですね、これお値段高いんですよね。はい、あのいろんな果物が入ってて長持ちするんですね。これは春ぐらいまで食べれるんですよね。なのでニュルンベルグ の、 あのお菓子としてクリスマスのね、です。1時の鐘が、鳴っています。この教会とっても、ね、大きな、ニュルンベルクの教会なんですよね。で、ニュルンベルクはですね、クリスマスのマーケットが非常に有名な町です。これがですね、セントロレントという教会になります。とっても大きい教会です。ニュルンベルクで、まあ、3つ有名なところを挙げるとすると、その一つの教会がこのセントロレントかなと思います。ミュンヘンはですね、クリスマスマーケットがキャンセルに今年はなったんですけれども、ニューヘンとかね、あるんですね。ここにあのクリストキンデルマークトと書いてあるんですけど、これクリスマスマーケットのことですね。あのここからこう、もうあの目の前にあるこの花屋さんでクリスマスの木が出てますね。クリスマスマーケットの一つですけれども、こちらもですね、ニュルンベルグのレープクーヘンが置いてあります。6個で16ユーロなので、1800円、900円ぐらいですかね。これは決してね、安いケーキじゃないですね。あ、1個だと上ぐらいかな、これはね、小さなシュトーレンですね。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。こんなの今試供品でいただいちゃいましたので食べてみます。これレープクーヘンなんですけども、下がですね、オブラートであのこうしてあるんですね。あのこうオブラートの上にね、このレープクーヘンの、なんでしょう、タイプですかね、ドイツ語だとタイプ、英語だと、ですね、この粉とあのお菓子とかその果物、乾燥した果物とかを混ぜてですね、それをこう、あのしたこの、あの粉をですね、結構ベタベタしてオブラートに乗っていく、それで焼くんですよね。はい、ちょっといただいてみます。うん、美味しい。シナモンがね、効いてるんですね。こちらはホーニー、あのホーニーは、蜂蜜です。このレープクーヘンはですね、蜂蜜がいっぱい入ってるんですね。うん、いろんな種類の蜂蜜があります。全部ね、こちらの地元で採れているのだと思います。クリスマスマーケットに入っているお花屋さんなんですけども、この時期もクリスマス の、 あの木が少しずつ出るのかなと思います。これね、枝なんですけどね、枝をね飾ったりとかもするんでね、結構使えますね。それからですね、このリーフで
ですね、12月の1日からですね、12月の1日というか12月の第1日曜日から4回ですね、第1、第2、第3、第4クリスマスの、クリスマスに行くまでの第1、第2、第3、第4日曜日までこのリースにですね、普通ですとろうそくを立ててそれでクリスマスをの、もうすぐ近づくねっていうそういうね日曜日のお祝いを毎回するようになるんですね。なので、もうこのリースが出てますね。クリスマスの次はですね、これは実はヨーロッパでは24日の日に立てることになっていて、それまではねクリスマスリーを家に本当は飾らないんですよね。これが伝統なんですね。でその代わりにこの、リースをですね家にもう大体リビングに飾ってね、日曜日ごとにねろうそくをつけてみんなでクリスマスのお菓子とかを食べて、あのクリスマスがねいつ来るかなって言って数えるそういう風な伝統がありますので、クリスマスねそこからもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろですね、一番ドイツで有名なクリスマスマーケットが出ると言われている、ニュルンベルクの街のど真ん中にある、広場にやってきました。今ですね、まだねクリスマスの、市場をね立てている感じで、ちょっとまだ見えないかな、残念だな。今工事というかですね、建ててますね。残念だな。これがですねフラウエン教会という一番まあ中央的な教会ですね。この上にですね仕掛け時計があってですね12時ぴったりになるんですよね。残念ながら今日はもう終わっちゃったかな。この教会非常に面白くてですね、教会の中にですねユダヤのね星のマークがあったりとかするんです。ユダヤ教徒キリスト、キリスト教がね混ざってる教会なんですね。面白いですね。では入ってみようと思います。はい、これが教会内部です。フライナ教会です。いいですね。ユダヤのマークの星がですね、この星のところにあります。はい、これはですね厳島泉っていう、塔ですね。これはですね戦争で唯一壊れなかった塔だって言われてます。あそこにあるですねフラウエン教会はですね
バラバラに壊れてしまったのを一つ一つ、非常に時間をかけてですね、もう一度レンガを組み立てて、作り直したそうなんですけども、これはですね、オリジナルのまま、戦火にお免れて、残ったと言われる塔です。はい、ここはですね、ブラードブーストハウス、ホイスニーって書いてある。ホイスニーっていうのは小さいハウスっていうのなんですけども、中からどんどんですね、手にパンを持った人が出てくると思うんですけども、これはですね、ブラードブーストっていうのは焼いた細めのソーセージのことですね。これですね、写真にありますね。これをですね、ただこういうパンに挟んだだけの、まあご飯がですね、まあ有名なんですけど、ここは非常に有名な、それが有名なお店でですね、出しているという感じですね。ミュンヘンはですね、白くてちょっとぶっとい、ホワイトソーセージがですね、朝ごはんに食べるのが、まあ、ミュンヘンのソーセージなんですけども、すごいですね、こちら家族みんなでソーセージが挟まったパンを食べる感じですね。はい、このブラートブーストのあのニュールンベルガーとも言います。ニュールンベルガーとも言います。このケチャップをかけているこんな感じです。ほら、みんなパンを手に持って出てきます。袋にも入ってないで手でそのまま渡されるというのがちょっとこのあのドイツですよね。はい、買ってみました。ブラッドブースト結構焦げてます。こんな感じです。はい、もう一つですね、大きな教会がニュルンベルクになるので、こちらも行ってみようと思います。はい、こちらはですね、今セーバージュス教会というですね、ニュルンベルクの街の中に、まあ、ある、三大教会の一つになりますね。こちらも相当大きいセーバージュス教会の裏にいるんですけれども、だいたいヨーロッパの教会はですね、一つないし二つこう塔が立っていて、ここもでは入ってみたいと思います。入り口がこんな感じです。はい、はい、ニュールンベルグの旧市街地の一番端っこまで来てみました。ですね、ニュールンベルグはですね、その町を囲む城壁がですね、まだあるんですね。大体ですね、ヨーロッパの町っていうのはこう城壁があって、この中で栄えていたわけなんですけど、こういうもう城壁が、ね、ないところが多いですよね。ミュンヘンもしっかり、ウィーンもしっかりですが、ここはまだこういうのが、ね、残ってますので、中世の、ね、雰囲気も味わえるんじゃないかなと思います。城壁の間にですね、こんなお家が、人が住んでた感じのお家がありますね。きっとこれまだ住んでますね。Thank you.